西山、アンソニー・マッケンリー、決めてきた、スリーポイント。マブン行きます。ここは難なく突破、ジュリアン・マブンが得点です。4対3。バスイロング中、綺麗な放物線を描いてリングに吸い込まれていきます。これで10対3。神沢で水戸スリーポイント、これが抜けます。立て続けスリー、神沢水戸のスリー構成で18対7。10点差からやっぱり一桁に持っていきたいところですね。岡田優太からマクヘンリードライブ、これが抜けます。スリーで打ってくる、これが決まります。狙いすまして前田でをスリー、大崎、井上に渡って、井上のスリーポイントだ。マブンがプライス・ジョンソン、そして中野宇都へ合わせる、エンワン。井上打ってきた、タッチダウンパスからマブンがエンワン。この辺りが後半を引かなければ良いですが、前田からヤンジェミン、ヤンジェミンのスリーポイント、根本、これはリング入ります。ゾーンに変えたんじゃないでしょうね。前田から3秒2秒、コーナースリー打ってきた西山、決まります。時間がない中でしっかり沈めた西山達也。マブンがポンっていく、マッケンリーは引っかかりませんでした。ライズ・ジョンソン決めた。前田、マッケンリースリーポイント決まる。マブンが、マブンがの、エンマン。マブンがから小野龍の、マブンがのスリーだ。きた。ミート、神沢へ。ラモス3、これも決まります。さあ残り時間5秒になって、ここで試合終了、92対75。富山グラウジーズが今日のゲーム、信州ブレイブウォリアーズに